ぼりち大きくて取り扱ってるコスメが一番多いって言われてるスキンガーデンに行ってきたので、その購入品を紹介していきたいと思います。いや本当にね、大きくていろんなブランドの韓国コスメがすごい豊富にあって感激しました。それでは早速やっていきましょう。それでは早速紹介していきたいんですけど、今日は4つ買ってきました。まず1つ目がこちら、じゃん、ホワイトインミルクトナー。それと一緒にこちら、ホワイトインミルクカプセルセラム、化粧水と美容液をセットで購入しました。なんかね、店内に入ってすぐにやたらとね、デカデカと押し売りされてて気になっていろいろ成分を調べてみたんですけど、なんかね、すごいの。これホワイトニング成分が入った美白コスメって結構乾燥しがちなんですよ。でもこの牛乳トナーは9つの美白成分と9つの水分エッセンスが混ぜられてるそうで、水分たっぷりのトーンアップ肌が完成するそうです。で、気になったこの9つの美白成分なんですけど、ビタミンコンプラックスっていうハイライト効果があるトラブル跡消しゴム的な役割をしてくれる成分が入ってるそうで、あとね、グルタチオンっていう美白注射に使用されるホワイトニング成分も入ってるそうです。なんかこれは期待できるんじゃないかと思って買ってみました。で、水分鎮静のプルクタンっていう成分は保湿爆弾って呼ばれてるそうで、すごい保湿をたっぷりしてくれるそうです。保湿爆弾だよ。中身はこんな感じです。なんかカプセルみたいなのが入ってる。今日からは毎日この2つをセットで使っていこうと思います。値段は化粧水が1667円で、美容液が1481円でした。この化粧水は 300ml 入ってて大容量なので、たっぷり使ってもこの値段なのでコスパは良さそうです。次がこちら、じゃん、ディアダーリンティント PK001 番です。これ結構ね、いろんな YouTuber さんとかモデルさんとかがね、よく使ってるのを見てすごい気になってたやつなので、この機会に買ってきました。最近ね、外で撮影したり長い時間撮影することが多いので、いかにどれほどね、メイク直しをしずに済むメイクをするかが重要になってて、自分の中で。で、最近リップティントにハマってるんですけど、リップティントって乾燥しやすいんだよ。でもこのエチュードハウスのリップティントは水ティントなので、落ちにくいんだけどしっかり染めてくれるそうなので、これからちょっと使っていこうかなって思います。結構ね、レビュー見たらね、すごい高評価だったので、これにも期待してます。はい、ラストがこちら、ダンパックです。イエーイ。なんかね、新大久保ってパックがたくさん入って1000円とかすごい安いからね、行くたんびに買っちゃうんですけど、買っても買っても毎日ぐらいお風呂上がりに使ってるのですぐなくなっちゃうんですよ。で、今回はちょっと買ったことないアロエのパックを買ってみました。このシリーズ、アロエ以外にもコラーゲンとかロイヤルゼリーとか他にも種類があったんですけど、ラスイチのアロエにしました。たくさん入ったお得なパックの中でもちょっといいやつを選んだので、これは30枚入りで2296円でした。はい、今日の新大久保に行った時の購入品はこんな感じでした。なんか韓国コスメって本当に安くていいものがたくさんあるので、よく買うんですけど、これ失敗したなとか後悔したコスメは今のところこんだけ買っててもね、ないです。もちろんね、本場で買うのが一番だと思うんですけど、なかなか難しいと思うので、気軽に行ける新大久保によかったら皆さんも行ってみてください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ゆんでした。今日も一日お疲れーション、バイバーイ。あのね、カメラの充電器がなくなったんですけど、誰か知りませんか？充電器返して。またな。